Teacher Kubo. Teacher Kubo. Kubo Teacher. いやー。いやーって感じですね。はい。まあ、これからですね。僕あの30人ぐらい動画、個別動画撮ってくんで <laughs>。これからですね <laughs>。いや、今日という日は結構しんどいっすね <laughs>。ま、あやります。やりきります。もうちょっともう、もう、もう5時になるでしょそう。 まあっという間にあと7時間ぐらいで元旦終わりですかやばいですね。巻きでいかないと。<laughs> ねまあ、今回のテーマは、あ <coughs> なんだろうな。あそう、さそのドリアカ入った人から言われたのが、あのまだ行動には <coughs> 移せてないですけど、今勉強してますみたいなのに、ね、来たんですけど、あのまあ、その方にアドバイスしたのが、今日から始めろと。だからテーマとしては、 今日から始めろと。今日からです。うん。まあ、久保さんもね、あの、あのなんだ、初速が最大速っていうね。<laughs> まあ、今日から始めろっていう話なんですよ。であ、勉強し、自分のノート、自分の、自分がどれだけ勉強したとしても、そこに答えはないです。うん。だって、めっちゃ勉強しても、 東大の試験受けてみないと受かるかどうか分かんなくないですかめっちゃ勉強しましたみたいなね。東大の <laughs> 面接、あの試験受けない限り分かんないですよね。うん。だからネットで稼ぐってことはあの、集客をしていかないといけない。アクセスを集めていかないといけない。露出をしていかないといけない。この、これしかないですよ。これ以外何もないです。まあだからあのね、青木の紳士服か。 <laughs> 話しましたけど広告出してねお金払って露出していくしかないんですよだって露出していかないとそもそもわかんなくないですかお正月セールスしてんのかもしてないのかわかんないですよねそもそもお正月セールスしてるかしてないかってなんでわかるんですかチラシが入るからですよね <laughs> お正月セールスで先着30名様だけにパソコン3万円その情報それを知った理由は何ですか チラシを見たからですよね。それチラシ見てなかったら何名様でいくらで元旦だけで売るっていうの分かんないですよねどんな商品がだからそれは何で知ったのかっていうとチラシ金払ってチラシ配ってるからじゃないですかだから知られない限りビジネススタートしないですよだって知らないんだから生きようがないですよねそのお店の地図もなければそのお店で何を扱ってるのか分かんなければそのお店のあそのお店が 存在するのかも知らないのに、どうやってそのお店で商品買うんですかって、無理ですよ。地図もない、場所もない、名前、その店舗面もない、なんだ、商品も分かんない、元、え、旦、ー、セールス何のやってんのかも分かんない、絶対無理ですよね。生きようがない、買いようがないですよね。そう。だから、久保さんがね、久保さんの種明かしすると、久保さんが8年間ね、あのビジネスできた理由は、即果塾ありますよって、ただ言い続けてるだけなんですよ。 未だに速家塾の久保ですからね。僕、ドリアカ4年やってますけど、ドリアカの吉谷とは言わないんですよ。なんでなら、まあ、あの、ドリアカがメインじゃメインなんだけども、まあ、別に僕は、あの、吉谷拓郎を売ってるんで。まあ、久保さんもね、久保哲郎を売ってる部分あるんだけど、セットでね、即家塾っていうね。久保さんの場合は商品ラインナップが、速家塾がほぼメインで、僕みたいにフロント商品ブワーって作ったりとかしないので、僕の場合は、僕を認知する。僕を知ってもらう。 それでいいんですよ。で、その中で僕、いろんな商品扱ってますから。うん。まあお正月セールスも、なんだ、もう十何個売っていくんで。<laughs> 390円の十何個の商品ね、一気に出すんで。はい。<laughs> そで、それも、だから、お正月セールスでね、390円でね、全商品390円で十何種類出しますよって言って、それを聞いた人は、あ、こいつはなんか390円で、 なんだ十何種類の商品出すんだなっていうことが分かるわけじゃないですか初めて言わなければ分かんないですよね久保さんも速可塾ありますよって言わない限り何やってる人が分かんないし何どんな商品を持ってるのかも分かんないわけですよ買いようはないですよねうんそうだからまあなんだろうなもう、まあ、本当始めないとじここにいるよっていうことを言わないとまず商売できないですよ本当にうん お店を出しただけでもダメだし、お店を出して、しっかりとここにあるよっていうのをアピールしていかないと、うん、もう何もビジネスで始まんないです。お金稼げないです。出、う、店、ん、まあ渋谷のね、なんかスクランブル交差点の間近に出すんだったら、それは人がもうめちゃめちゃいるので、まあまあちょっとは入ってくる、まあちょっとというかまあまあ,まあ入ってくる可能性はありますよ。もう人がいるんで。だけど YouTube とか他の見てくださいよ。 あのめちゃめちゃライバルいるし <laughs> ねそこで選ばれないといけないわけですからそれ考えればわかりますよね今日露出してないってことはもうライバルに負けてますからね <laughs> もはやこれヒカキンさんとかもう動画出してんじゃないかちょっと見ていいですかヒカキンさんヒカキン誰もが知ってると思うんですけどヒカキンヒカキンさん動画 一、はい、日前にもうアップしてますね。一 <laughs> 日前。だから、あのー、なんだ。あ昨日か昨日もアップしてるってことかはいヒカキン TV 名場面。名場面メドレー。これ12月31日にもうアップしてますよ。まあ今日はもうアップするのかな元旦どうなんだろう。うん。で、じゃあ12月31日にアップロードしてないってことはもうヒカキンさんに負けてるわけですよ。<laughs> 882万人いる。 ヒカキンさんもやってるわけじゃないですか <laughs> じゃあチャンネル登録者数ゼロまだゼロの自分がやってなかったらいつこれ、まあ、ヒカキンさんに勝てることはちょっと難しいですけどこれ無理じゃねえっていう無理ゲーですよねうんそうだからもう稼いでる人はやってますから本当にうん稼いでるってことはその認知,認知されてるってことですよね認知し,してもらったってことですよね でその商品を知ってるわけですからその人物を知ってるわけですからうんはいということで今日から始めろいってらっしゃい